はい、こんにちは。9月の8日、火曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現時刻でございますけれども、今が16時、22分でございます。まだ東京株式市場の方も外為市場の方もまだ残り時間ございます。株式市場の方が日経平均株価でございますが、今日は今2万3200円台をなんとか維持させているというところですね。前日比では100円強のプラスになっているわけでございます。前場の引けですけどもね、前日比121円プラスで、2万3211円、で引けているというところで、値上がり銘柄数が、今日は、まあ、かなり多かったですね。1300前場の時点でございますけども、その時点で1300を超えておりました。まあ、この辺のところは多分維持させていって、ただちょっと気になりますのが、33業種中、20業種しか上がってないというところですね。まあ、米国株式市場がまあお休みでございましたので、そうしたところではどうなんでしょうね。まあ、これから、まあ、ちょっと強引の結びつけになるのかもしれません。今日いくつか報道機関さんからお尋ねございましたけども、まあ、野党の方も、これから代表選始まったところでございます。やはり、マーケット、特に外国人投資家が非常に気にします。我が国のポスト安倍、政権の持続性というところですね。自民党総裁選が今日から告示されて、14日、ちょうど1週間ですけどもね、投開票なされるというところで、まあ、菅官房長官がいろいろな施策、まあ、当然でございますけども、これ午後の3時からでしょうかね、参考法、自民党総裁選手を挙げてらっしゃいます。岸田政調会長と石破前幹事長、そして菅官房長官ですけども、まあ、そうしたところでの政策というんでしょうかね、まあ、当然、ネガティブなというか、まあ、ポジティブな形で出てくるんじゃないかというのは若干の期待感ですね。それとあとはどうなんでしょうかね、昨日でございますけども、トランプ大統領からですね、まあ、ちょっとこの辺のところはかなり拙速なんじゃないかというの指摘もあるようでございますけども、レイバーデーを超えてこれから本格的に米国の大統領選挙がもうこれからさらに白熱を帯びてくるかとは思いますけども、新型コロナウイルスに関するこのワクチンの接種、11月前に10月中に始めたいとこういうような、まあ、検討報道というかね、そうした動き、ないしは昨日でございましたけど、やはり、これもですね、うまい具合になったらいいなというふうにして思うんですけどもね、まあムードとしては本当に大丈夫かなという、ちょっと懸念もくすぶっているところであるんですけども、このままの状況であるんだったらば、まあ当然マスクとうがいと手洗いと、これら辺のところは、ソーシャルディスタンスも守らなきゃいけないとは思いますけども、東京五輪ですね、来年、まあ、このままだったら、この状況だったら開催できるだろうと、そうして期待感というのも少し、まあ、支援しているのかなというところだと思います。ただし、出来高の方としては大きく盛り上がっていないよというところと、あとは若干です、まあ、これからポジティブな期待値は持ちたいところなんですけども、朝ですね、ちょっとご覧になっていただければというふうに思います。GDP のこれ、速報の、まあ二次速報値、要は改定値、確定値なんですけども、リーマンショック、さらには戦後最大という言い方の方が正しいでしょうね、データ取ってからでしょうけどもね、GDP の落ち込みが激しかったんですけども、確定値によって、またこれちょっと下方修正した経緯ございます。まあそうしたところでちょっとこれ以上悪くはならないだろうというようなポジティブな見方がある一方で、やはり景気の押し上げ、どの政権になってもこれやはり時間かかるんじゃないかというようなちょっと市場の中での市場センチメントですよね。若干モヤモヤしている部分はあるのかなというところだと思います。で、こうしたところが東京市場のセンチメントなんですが、その他、為替市場の方が106円台の前半でなかなか上進性を上げることができないというところ、後ほどちょっとご案内させていただこうかと思いますけども、英国と EU、欧州においてでございますが、通商協議、今日から始まって10日までなんですけども、かなりこれ難航、暗礁に乗り上げるんじゃないかというような懸念ございます。そうしたところでは、やはりリスクオンにはなかなか為替市場でもなりきれないというところ。クロス円も含めてですね、ちょっと外貨の上値重さというのが全般に、ポンドの上値重さが外貨全般に広がっているというような指摘もあるようでございます。さて、で今夜でございますけども、週明け、まあ、3連休明けですね、厳密な3連休明けのニューヨーク市場も含めて、今夜の欧米市場の焦点は何なのか、今回のストラテジーはこちらでご案内させていただきたいと思います。はい、まずはドル円からでございます。予想レンジは106円の10銭から106円の40銭、かなりタイトに見ております。
日経平均株価の上進性も非常に、まあ、どうかこれは後ほどちょっとご案内させていただこうかと思いますけど、ドル円の方もかなり、まあ、上下ぶれなかなかしないというところなんですが、ポンドですね、ポンドが非常に中心になっているというところでございますので、ポンド売りの特に円買い、これが、これあくまでも相関係数上なんですけどね、南アフリカランド円を 0.8 の相関係数200日終わり値で圧迫しやすい、これあくまでもデータです、そうしたところが出てますので、クロス円を取り組みの方ですね、でちょっとポンド円の動きです、まあ、ポンドドルよくわかんないよという方いらっしゃるとは思いますが、今がだ、まあそうですね、1.34 の82を9月1日につけてから今また 1.30 ぐらいまでタイドルのところではドル買いポンド売りの動きになってきてるわけですけども、そのドル買いがドル円に反応してくれればいいんですけどもね、なかなかそうしたところにはいかない、ただし、まあ、7月の下旬でございましたけども、ポンド買いドル売りないしはユーロ買いドル売りというのがドル円レートにも及び込んできた経緯ございますので、今回はポンド売りのドル買いというのがドル円レートに影響してくるのかどうか、一応ご念頭に置いといていただければというふうに思います。さて、で改めてですが、ドル円レートは106円の10銭から106円の40銭の様相レンジで、現時点が106円の25銭という水準でございます。A 案6の当選で買って6円の40銭で売る、30銭幅狙いで、リスクの方も30銭ということで105円の80銭、日足の雲の加減、まあ、ここちょっと割れたらもう一回ベンチャーエントリーで買いたいなというところもちょっと本音なんですけども、8月の29日から、安倍首相がお辞めになられてというところからぐーっと、新たにですね、菅官房長官で、ポスト安倍政権、そうしたところの動きがあってというところで上昇しました。この辺の上昇ラインっていうんでしょうかね、この辺のところがまだ維持されてますよというところ、ここがちょっとただし割れていったところで一旦105円80銭というところも意識しているところなんですけども、ちょっと買いの場合の方がですね、どちらかというとビットも含めて堅調性がインターバンク市場から指摘されておりますので、この辺のところはちょっと個人的には強気に、いずれにしても下値のリスクというのは日足の雲の加減、ここをちょっと意識してというところで見ております。で、B 案の方ですが、106円の40銭で売って、買い戻しが106円の15銭。こちらのは25銭幅狙いで、リスクの方は20銭。106円の60銭になったらと。直近の106円の5055水準がダブルトップになってますね。この水準をテクニカル的に超えていったら、まあ、ちょっとストップハンティング的な動きがあるかと思います。ただしそこをさらに超えていくような形になった場合はトレンドも変わるだろうというところで、106円の60銭でのストップ設定というところが、これドル円の上値を言いなされた場合でのリスクというところで見ております。はい、続きまして今度は日経225クリック株365の方でございます。23,200 円台水準は今も日経平均株価の方は維持している。そしてクリック株365が 23,173 円という水準感、ボリュームディスカウントがあるというところでのこの辺の水準感なんですが、日経平均株価もなかなか堅調性はあるものの、上下部でなかなか身動きが取りづらい、そうした中では今夜の米国株式市場動向次第なのかなというふうにして、そうした状況の中で今クリック株365でのニューヨークダウ 28,368 ドルと、これプラス15ドルにしかなってないので、こちらのも実はほとんど横ばいなんですけども、ニューヨークダウのチャートお持ちの方はぜひですね、ご自身でもチェックしていただければというふうにして思いますのは、まあ基本的には堅調性を維持されているのかなというところではありますが、なかなか 28,500 ドルを超えていくような状況になってないというのがニューヨークダウ、まあ、横にらみの場合はこの辺が一つの水準感なのかなというふうにして思います。さて、で、クリック株365日経225指数の方でございますけども、 23,000 飛んで25円から 23,250 円の予想レンジ、 A 案の方は 23,000 飛んで50円で買って 23,200 円で売る、150円幅狙いで、リスクの方はこちらの方も150円リスクということで 22,900 円、直近の下げぐっとこう下髭出ておりますけども、9月の4日の夕刻でございますね、夜ですけどね、この辺のところの下押しのところで一旦ちょっと戻っているような 22,900 円水準、下限からぐーっとテクニカル的な支持帯ございますけど、ここが割れた場合での万歳水準というところで 22,900 円というような形で A 案買いの場合は設定させていただきました。
で繰り返しになりますが、今は2万3225円水準で日経平均株価変わっておりません。なかなか2万3200円台を超えていくような状況が厳しいなというところなんですが、B 案の方、2万3250円、ちょっとここで売り待機とさせていただきます。2万3250円で新規売り、買い戻しが2万3100円で、150円幅狙い。リスクの方は2万3400円ということで、こちらの方は150円幅狙いの150円リスクというところで勘案させていただきました。米国の株式市場の動向という流れの中では、やはり、どうでしょうかね、ハイテク関連を中心としてのニューヨークダウ、先ほど申し上げました、まあ、2万3500ドル水準ぐらいのところを超えていくことができるのか、失礼、2万8500ドルですね。2万3000はこれ日経平均株価ですね。2万8500ドル水準のところを超えていくことができるような形の堅調さが出て、それを横にらみしたときに日経225指数も牽引上昇してもらうことができるのかどうか、まあ、その辺のところが、まあ、今夜の225指数でのポイントとこういうふうにして睨んでおります。はい、ということで今が14時33分というところで、まあ、残すところの時間帯ございます。さて、改めてですけどもね、まあ欧州での GDP の確定値、あと今日は南アの GDP の確定値もございます。そうですね、あと材料というと、まあ、英国と欧州での協議、それとあと明日ですけどもね、これ地政学的なリスクというような形で急に取り出されるのかどうか、ちょっと非常に微妙なところでございますけども、北朝鮮においては明日建国記念日でございます。台風の影響ということで、かなりですね、北朝鮮も、まあ、自然災害での困窮性というのが非常にこれから強まってくる中で、あえてその軍事的な恣意的な動きというので、国内向けにパフォーマンスを示すのかどうか、まあ、これとんだ迷惑な話なのかもしれませんけども、そうしたものが取り沙汰されて、リスクが、まあ、ちょっと増幅する可能性の場面もあるかもしれませんのでね、まあ、ほとんど今までのところマーケットのそうしたところでのリスク感濃度っていうのはもうかなり、これも慣れっこっていうとはちょっと言葉に語弊あるかもしれませんけども、実際かなり影響は少ないとは思いますが、一応ご念頭に置いておいていただいて、リスク管理上下双方向ですね、お忘れないようにお取り組みいただければと思います。して思います。以上、9月の8日火曜日の株と為替の売買シナリオでございました。